楽しみ。
ありがとうございます。野々宮ゆぶです。月村あかりです。古川すいです。有明ゆのです。私たちさっきの女の子です。よろしくお願いします。はい、本日はクッキーポさん言えてないじゃんクッキーポさん初代ライブをお呼びいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。なんと1曲目がですね、はい、1曲目はですね、さっきの女の子と一緒に捕まえて、はい、を振り付けを一新したと、はい、新鮮で初披露目だったんですけど、いかがでしたか。ありがとうございます。初お披露目という感じでね、まあ、ちょっと何も告知とかをせずに急にしかも一発目から、ね、私言ったよ、言ったいいことあるよね。あめちゃめちゃ分かりにくい、ね、いいことはあったよね、ありがとうございます。そしてね、まあ、昨日、初めて私たちもオフ会をさせていただいたんだよね。オフ会はしたことあったんだけど、申請でオフ会っていうのを初めてして、ユノピコなんか特にね、そう、参加したこともないし実際に開いたこともなかった初めて初めて初初オフ会です。楽しかった楽しかったです。ゆるっとね、そう、なんかいろいろなんだっけ、ウノしたりとか、うん、なんかそっちチーム何してた。犯人が踊る、犯人が踊る、なんか人名みたいなやつ、なんか3人だけその犯人がなんか踊るやつみたいなやつをやってて、うちは一人だけ大人数ですごいウノをしてたんですよ。一個も終わらないほんとに、誰もがなんかウノが終わるまでにうちら3回終わってるみたいな。ウノ終わんなかったもんね、あれ。え、終わんなかった、結局終わんなくって、もううちが強制的に2人上がったらもういいよって終わろう終わろうみたいな、まあ、そんな感じで、無線のオフ会をさせていただいて、まあ、初めましてのね方もねいらっしゃったと思うんですけど、来てくださって嬉しかったですっていうことでした。ありがとうございました。はい、そんな感じなんですけど、大丈夫ですか、今日。大丈夫だよ、イノピコに大丈夫だよって言われたらもう楽屋からずっと言ってるよ、大丈夫だよって。言われてない言われてない、嘘ついてる嘘ついてる、言ってるよということで、まだまだ続きますので、後半戦も盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください、さっきの女の子にかどめ合わせ。
ここで関の女の子から告知があります。はい学校っぽい感じだね。そう通りだから。はい、私たちさっきの女の子は12月16日になんと青山月見で君を前にてまんまライブをします。お時間はお昼になります。はい、12時半からです。チケットがすでに物販から、あれチケットが一般で発売してて2000円なんですけど、女性と学生が1000円で見れるので、ぜひ物販まで来てください。はい、お願いします。ありがとうございます。ぜひぜひ友達とかも誘ってね、見に来てもらえると嬉しいです、はい、お願いします。そして忘れたんですけど、明日と明後日もライブがあって、うん、明日は明日あのメロゲリーワンダーさんと、さっきのメグログリっていう、さっきのメログリ始めました、始めました、ごめんね、いいね謝らないで、でツーマンを定期ツーマンやってるんですけど、明日やりますので、そう新宿ジュースさんにて無線なので、ぜひぜひ明日お時間ある方、お仕事終わりとかでもぜひぜひ新宿に遊びに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。明後日は目黒鹿鳴館でデバリアさんも定期間違えた主催に出させていただきます。よろしくお願いします。さっき私たちを前に出てたエモモモさんもまた一緒にやるのでね、ぜひぜひまた一緒に盛り上がってくださると嬉しいです。よろしくお願いします。では、次の曲でさっきの女の子は最後の曲になります。うちに文句言わないで、うちに文句言わないで、何て言った？笑ったらしいです。ということで最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください。さっきの女の子をもっと知りたい。
ありがとうございます。ありがとうございます。以上、私たちさっきの女の子でした。ありがとうございました。